グレゴリー・ペックとイングリッド・バーグマンメディアを再生する予告編白い恐怖は1945年のアメリカ合衆国のサイコスリラー映画監督はアルフレッド・ヒッチコック出演はイングリッド・バーグマンとグレゴリー・ペックなど原作はフランシス・ビーディングの1927年の小説ザ・ハウス・オブ・ドクター・エドワーズ記憶喪失を題材にした作品で 主人公が垣間見る印象的な幻想シーンにはサルバドールダリが協力している。現代のスペルバウンドには魔法にかかった、魅了された、うっとりしたなどの意味がある。バーグマンの絶頂期の作品と言われ、美貌と演技力が共に発揮されている。現在、パブリックドメインとなっている。バーモント州のグリーンマナー精神会員の新しい病院長に就任したエドワーズ博士は、 白地に島のある模様を見ると発作を起こす奇妙な病壁を持っていた。やがて彼はエドワーズ博士とは別人であることが発覚する。本物のエドワーズ博士はどこにいるのかわからぬまま、疑いの目は彼に向けられるが、病院の勤務医で彼と愛し合うようになっていたコンスタンスは彼の無罪を信じ、二人は協力して発作の原因である彼の記憶をたどっていく。 警察に追われる身となった二人は、コンスタンスの恩師である、ブルロフ博士を訪ねる。ブルロフ博士は事情を知ると、彼の記憶をたどる手伝いをする。その結果、エドワーズ博士が、スキー場で亡くなったことがわかると、コンスタンスと彼は、現場となったスキー場に向かい、そこで、彼は、エドワーズ博士が、崖から転落して亡くなったこと、そして自分が、ジョン・バランタインであり、 事故現場を目撃していたことを思い出す。こうして事件は解決したと思われたが、警察がエドワーズ博士の遺体を確認したところ、事故死ではなく、背後から銃で撃たれていたことが判明し、ジョンはエドワーズ博士殺害の容疑で逮捕され、有罪判決を受ける。それでも、ジョンの無罪を信じ続けるコンスタンスは、エドワーズ博士とは会ったことがないと明言していた。 マーチソン委員長が、実は、エドワーズ博士と面識があると漏らしたことから、委員長が怪しいと睨み、彼と対峙する。追い詰められた委員長はコンスタンスを銃で撃とうとするが、エドワーズ博士の殺害は、神経衰弱で、責任能力なしとされる可能性があるのに対し、今ここで、コンスタンスを殺害すれば、計画殺人として、確実に死刑となるとのコンスタンスの言葉に、結局、 その銃で自らを撃つ。こうして、無罪方面となったジョンは、コンスタンスと結婚し、新婚旅行に向かう。バイオリンケースを右手に持ち、左手でタバコを吸いながら、エレベーターから出てくる。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、白い恐怖の潜在意識の探求はもっと分析した方が良かったかもしれないが、アルフレッド・ヒッチコックのサイケデリックに飾り立てた。 演出は、イングリッド・バーグマンとグレゴリー・ペックのスターパワーと、共に、この世を忘るようなスリラーを高めている。であり、40件の評論の内高評価は85%に、当たる34件で、10点満点中7.20点となっている。ありがとうございます。